はい、今回はね、一人で稼ぐというシリーズで、私がね、2つの稼ぎ方をちょっと教えてよってことで教えていただきました。非常に簡単ですよね。うん。で、まあ、これは椎の木くんに対する返信動画なんで、ちょっとお伝えしますけども、うん、具体的な、ね、登録の画面とかがあったら画面キャプチャーで見せていただいたりとかね、その流れ、まあ、お話はいただいたんですけども、実際に、私はまあ、Uber Eats と、それから PayPay、両方ともやりますんで、やりましょう。で、登録しているところとか、ぜひね、動画で撮ってリリースして、さらにね、参加する方を募りたいと思いますんで、ぜひお力添えいただければと思います。まあ、そうですね。広島に行くことは、まあ、あまりないと思いますけども。ね、まあ、なんかの機会があったらね、手続きをしたいと思います。私はいつでも OK です。それでは、今回は短いですけども、以上です。で、動画をご覧の皆様も、Uber Eats とかね、それからペイペイみたいなことを、ペイペイじゃないや。キャッシュレス決済か。すいません。ペイペイじゃないかもしれないですね。キャッシュレス決済に参加しようと思ったら、ぜひね、ご連絡いただいて、一緒にやりましょう。やっぱりね、自分で稼ぐっていう方法、一つでも手に入れといて、自分に合う、レギュラーな自分の稼ぎ方っていうのが、いくつできるかなっていうのはね、やっぱやっていかないといけないですよね。本当にね、今みたいな時代って、稼ぎ方が無数にあるんで、わざわざ、どっかのね、近所のお店に勤めに行くとかね、なんか、通勤して、どっかの会社の一員として働く。もちろんそれがね、自分の、いろんな中で選択したベストだとすればいいんですけども、たくさんの稼ぎ方がせっかくあるのに、自分がどれに合うのかなっていうのを探すんではなくって、まあ、旧態前としたね、面々と、続いてきた伝統的な稼ぎ方しかないっていうふうなね、ふうに考えちゃうのはもったいないなと思うんですよ。だからどっかに、だから就職情報誌見て、フリーペーパー見て、そこに働きに行くなんてのは、一番稼げない方法なんですよね。だからそういうことを繰り返していく限りは、楽にならないんですよ。だからそれは、そうですね、10代の頃とか20代の頃は、そういうふうな稼ぎ方でも仕方がないんですけども、やっぱりね、自分で身を立てるっていうかね、やっぱ30、40とか過ぎるんだったら、自分のビジネスを自分で作っていく、所有していくって形にしないとなかなかね、で人をね、使ってあげるぐらいのことができないと厳しいんじゃないかなと思うんですよね。そのためにもまずは第一歩として一人で稼ぐっていうことを成功させてほしいと思います。まあキャッシュレス決済もあるし、 Uber Eats もあるし、あとあれですよね、ファンクルっていうのもありますしね。なんかね、言えば言うほど稼ぎ方ってたくさんあるんですよ。それこそこの自宅にいながら外出を1ヶ月1回もせずに30万50万って稼ぐこともできるんで、そんな時代が来るなんて私想像しなかったですよ。やっぱその時代を使っていかないとね、テクノロジーをもったいないと思います。では以上です。